大沢隆史は、日本の薬剤師、薬学者。学位は博士。静岡県立大学薬学部講師、大学院薬学研究院講師。生の、沢は、宅の旧事態のため、新事態で、大沢隆史と表記される場合もある。浜松以下、大学医学部附属病院薬剤部部員などを、歴任した。1984年2月に生まれた。国が設置。 運営する金沢大学に進学し、薬学部の総合薬学科にて学んだ。なお、金沢大学は2004年に国から同盟の国立大学法人に移管されている。2007年3月、金沢大学を卒業した。そのまま、金沢大学の大学院に進学し、自然科学研究科にて学んだ。2009年3月、 金沢大学の大学院における博士全期課程を修了した。2009年4月、同盟の国立大学法人により設置、運営される浜松医科大学に採用され、医学部の付属病院にて薬剤部に配属された。また、浜松医科大学の大学院にも進学し、医学系研究科にて学んだ。在学中に、ブラッド、 ディストリビューション・オブ・ボルテゾミブ・アンド・イッツ・キネティ s k i n e t ル c プ in m u ーマ・ペ p l e m と題した博士論文を執筆した。2014年3月、浜松医科大学の大学院における博士課程を修了した。2015年3月16日付で博士の学位を取得した。2019年4月、県と同盟の公立大学法人により設置、運営される。 静岡県立大学に採用され、薬学部にて講師に就任した。薬学部においては、主として薬学科の講義を担当し、香川義氏が主催する臨床薬剤学分野を受け持った。また、静岡県立大学の大学院においては、薬学研究院の講師を兼務することになった。大学院においては、主として薬食生命科学総合学府の講義を担当し、 臨床薬剤学教室を受け持った。専門は薬学であり、臨床薬物動体学、臨床薬理学、医療薬学といった分野の研究に従事していた。具体的には、多発性骨髄種に対するプロテアソーム阻害薬について投与された際の血中の動体について解析した。また、薬物動体学の視点から、有害な事象の解明に取り組んだ。 学術団体としては、日本医療薬学会、日本薬学会などに所属した。ありがとうございます。